選曲は何でしょうかね、はい、小柳ルミ子さんのお久しぶりねエントリーナンバー9高橋真麻アナウンサー。ご存知、お父さんはあの大物芸能人高橋英樹さん。ご両親の愛をいっぱいに受けた高橋アナの勝負曲は大好きなお母さんのお箱で勝負に出る。妙なお色気たっぷりのムードあふれる歌謡曲で歌がうまい女子アナの頂点を目指すぞ。小柳ルミ子でお久しぶりね。マーサはやってくれるんですよ絶対間違いないです。スーパー面白かったです。すげえ、すごいな、ね、これ今年の夏グラム行ったんですけど、ショーパブにこの人いましたね。勝負曲じゃ聞きましょうか、はい、何でしょうか、渡辺真知子さんのカモメが飛んだ日です。決勝戦大トリは高橋真麻アナウンサー。決勝は割とエレガントな衣装をもうすでに買っちゃったので買っちゃいましたよ。予選通過前なのに既に買っていた、それどこで売ってるのという自前のドレスで優勝条件の100点目指し歌い上げます。渡辺真知子でカモメが飛んだ日。Thank you.
つまらない話のオープニングで歌ってすごい。どうでしたか。やっぱやってくれますね。またもやスーパー面白いですよ。これちょっとね、R1 いけんじゃねえかな。もうおもろいもん。高橋さんです。バーコさん、はい、お待たせしました。今回は何を歌っていただけるんでしょう。はい、岩崎宏美さんのシンデレラハネムーンです。コロッケさんと同じもの。あれもね、コロッケさんがモノマネされすぎて、実際ご本人も歌ったらコンサートは失笑になるからって、ご本人封印されてるらしいですよ。その封印をマーサが解くわけだ。まあ、皆さんに楽しんでいただけるエンターテインメントコンテンツを作れるように決勝戦、トリを飾るのは高橋マーサーアナウンサー。枠にとらわれない幅広い番組を担当する彼女。そんなアナウンス界一稀有な存在の高橋アナがどんな道をたどってきたのか、この方たちに聞いてみた。お母さん得意が似てる。あれは面白い子だったね。そうなんです、小さい頃からひょうきん変顔大好きっていう感じ。そう、ちっちゃい頃から変顔してたね。してましたね。そうらしいですよね。この前の放送を見て、私たちもこれどこで買ったのとか見たことないの。どこであなたは買ってるのって調査してんの。今回もですね、まあ、予選の時からもう事前に用意してると、はい、で2着ほど用意してるんだけど、どっちが楽しみ楽しみだな。そりゃはい、今回はこんなに勝利100点を目指します。岩崎宏美でシンデレラハネムーン。これだけ爆笑を取るちゅうのは本当にエンターテインメントコンテンツでしたね。どうなんですか、うまいって爆笑でしょ。ボケてるわけじゃなく、有吉君いかがですか。いやでも本当ご両親もおっしゃってたように、はい、子供の時からね変顔好きだっていうことで、はい、今回も変顔を十分にされてません。されてません。あのね、お父さんご覧になってます。気をつけてください。ちなみに僕の口癖は越後製菓です。歌うま女子アナ全国対抗歌合戦、大トリはマーサーアナ。数々の人気バラエティ番組で引っ張りだこの彼女。そんな彼女の歌は
面白うまいという新ジャンルを確立。将来の反力候補を得てよりパワーアップした姿で今宵もステージに舞い降ります。僕は八神純子で水色の雨。そうですね。腰のなんかぐるぐるするのとか、あそこなあれ爆笑ポイントですよね。これはすごいですよ。これはですね、前後の空気、もうどんな空気でも、もうマサさんの歌をぶっ込めば OK っていうパターンですよ。占いから歌までをも制し、本当にマーサアナの時代を築けるのか。昨年は女子アナでありながら、マーサの歌を見ない日はないというほど至る所で歌うマーサが大ブレイク。今や面白うまい歌は全国区に。今回も自前の衣装で参戦。しかし今回ばかりはいつもと違う。相手は正統派で真っ向勝負を挑み、強烈なインパクトを残していった大西アナ。果たして面白うまい歌でどこまで対抗できるのか。歌うはずっと温めてきた秘蔵の一曲、ヤッサでフライデーチャイナタウン。Thank you.
またこの選曲よ何曲も聞きたいよ ね, ねだからホテルでディナーショーで伊勢海老ついたら3万5000円で3万5000円払うね僕は。いや、マーサさんの歌は審査してるんですけど、途中からこっちも乗ってきちゃって審査すること忘れちゃうんですよ。で最後に、ああそうですか、審査してるんだって思っちゃうんで、いや本当に楽しませてくれますよね。いや楽しいだけじゃないし、クオリティも高いっていうことですよね。またあの踊りのキレもありますね。ありますね。肩とかすごいですよ。肩の入れ方がですね、素晴らしいですね。決してあの銀座のクラブじゃないんですよね。どっかちょっと異国の本当ね。いやいいです、いいです、すごいいいですよもっとくれじゃねえよヨシアのチーム入社9年目高橋マーサーアナ、もはや言わずと知れた女子アナ界の歌姫は今年も歌いに歌ったり、マーサの歌は各番組で引っ張りだこに。この夏行われたライブではマーサの歌を見にこの観客、今や面白うまい歌は社会現象に。今回歌うのは女子アナスペシャル用の新曲ザ・ヴィーナスでキスを目にして。まさにこう人気ヘルパーみたいな、ね、いやー素晴らしかったです。沢井さんいかがでしたか。いやもう本当に面白かったです。すごい攻めてましたよ。そうですか。なんか良かったです。なんかもっともっとってなっちゃって。セリネさんどうでしょう。もうね、キスは目にしてって歌ですけども、かかとまでしたくなりました。なんかステージが違う感じがした。カリナさんどうですか。初めてですか、生で聞かれたの。はい、ね、すごく貫禄があって、はい、こう
その世界に引っ張ってくれるような感じで、なんかママって感じがしました。ね、ママ感がすごいんですよ、本当。審査員長。はい。マースさん。とうとう店長までしちゃいましたね。ね最後、ね、こう上がるっていうか、ね。で、なぜあれを保守的だと思ったのかわかんない。パッともんじゃ見たときに何だよくわかんないですけど、なんかあれテレ東見てる気分みたいな。